ミシナ・ルカは日本の女性アイドルでワースタの最年少メンバーである愛知県出身 a e x マネジメント所属血液型は A 型愛称はルー・ルカ兄の影響で幼稚園の頃からダンスを始めており ANation11 ア,アクトダンサーや TRF20TH アニバーサリーツアーエキストラダンサーを経験した年開催の エイベックスアイドルオーディション2013に合格し、同年7月2日、アイドルストリートのデビュー候補生であるストリート生4期生で、W ストリート名古屋のメンバーとして加入したことが発表された。2015年3月には、アイドルストリート第4弾グループワースタのメンバーに選ばれたことが発表された。高校1年の時に上京。 2016年10月20日にはファッション雑誌ラブベリーの専属モデルとしてもデビューしている。2018年にギターを始めたが飲み込みは良いようであると評価されている。2021年3月17日には20歳の誕生日に合わせてミシナ自身の作詞、作曲によるさよなら私を配信限定でリリースした。ワースタでのイメージカラーは パステルピンク。広川七瀬と共にグループのメインボーカルを担当している。ワースタに参加するまではアイドルというよりはヒップホップ系のダンサーであったためアイドルになるまであまり方角は聞いていなかった。また当初は猫耳アイドルとなることに躊躇があったというが猫耳について2018年のインタビューでは猫耳はあるものだとしすっかり馴染んでいる。 アイドル感として、ジェムの武田真彩の歌唱力をリスペクトしていたが、グループが解散して、寂しく思っている、と10回している。今のところアイドル以外何ができるわけでもないとし、アイドルとしての自分に、確かな、立ち位置を感じている趣旨の発言をしている。食べ物の思考について、唐揚げが一番の好物。もともと、ミルクティーは飲めなかったが、タピオカミルクティーに出会ってから、転校。 ミルクティーそのものも好物となった。アイスはコンビニなどで売っている。定番ものを好む。例として、パルム、スーパーカップをあげている。愛知出身ということで上京した現在でも、地域色のある食べ方は抜けず、おでんには味噌、冷やし、中華にはマヨネーズというアレンジをし、他のメンバーに突っ込まれたりしている。好きなアーティストは、私立恵比寿中学、クリス・ブラウン。 ブルーノマーズである。ありがとうございます。